今日は選手名鑑シリーズ第4回目をお送りします。4人目は超紳士で大の日本好きアダム・スコット選手です。南オーストラリア州アデレード出身、現在41歳です。地元の英雄グレッグ・ノーマンに憧れゴルフを始め、2014年には世界ランクナンバーワンに立ち、オーストラリア人としては史上2人目となる快挙でした。1人目は先ほど言ったグレッグ・ノーマンです。タイガー・ウッズのスイングと似ていることや、その当時タイガーと同じコーチをですね支持していたことから、若い頃はホワイトタイガーというニックネームでした。ゴルフを10年前ぐらいからねやっている方、日本のツアーに興味がある方でしたら、アダム・スコットは PGA ツアーメンバーの中でタイガーに次ぐぐらいの知名度があるかもしれません。というのも彼は非常に親日派で、たびたび日本オープンにも出場しています。噂によると、何年か前に松山英樹選手が日本オープンに出場した理由はアダム・スコットに説得されたからだそうです。さらにメインスポンサーが日本の企業ユニクロで、その日のウェアにもよりますが、基本的にウェアの一部にカタカナのロゴが入っています。PGA では14勝、ヨーロッパでは9勝を挙げるなど、グローバルな活躍が目立ちます。ここでは PGA での優勝履歴のみ載せています。2012年の全英オープンで優勝を逃したものの、それから1年足らずでマスターズのグリーンジャケットを手に入れました。マスターズでグリーンジャケットを獲得している唯一のオーストラリア人です。今年はねキャメロン・スミスが惜しかったですけどね。また PGA ツアーではプレーオフで無敗を誇っています。ゴルファーを目指すきっかけとなった同郷のグレッグ・ノーマンから、アメリカでの活躍を目指す前にヨーロッパツアーで経験を積むよう説得されたそうです。これまで4つのメジャー大会すべてでトップ5入りを果たし、国際チームの代表としてプレジデンツカップに9回出場しています。クラブは契約先のタイトリストで統一。ドライバーとフェアウェイウッドのシャフトにはツアー AD の DI を使用しています。ツアー AD の DI といえば松山英樹選手と同じシリーズです。最近はベンタスに移行する選手が多いんですが、ツアー AD もまだまだ多いですね。アイアンはタイトリスト 681AS とあまり聞き慣れないものですが、この AS というのはアダム・スコットのイニシャル、つまり彼専用のプロトタイプモデルなんです。タイトリスト681自体はかなり昔のモデルで、本人はその形状が好きだそうです。パターはあまり見かけない名前ですが、3年ほど前からですね同社の製品をバッグに入れ始めました。その当時のパターはかなり独特な形で、とんでもなくですね大きなパターでした。今は少し落ち着いた形になりましたが、映像を見るとごつさは相変わらずです。まっすぐにしかストロークできないというキャッチフレーズで売り出しています。非常に気になるんですが、なかなか普通のお店では置いていないので、実物を見かけることはなかなかないですね。ではアダム・スコットのスイングと指標を見ていきましょう。まずはなんといってもこの綺麗なスイング、教科書に載せるべきお手本通りのスイングですし、気持ちのいいドローを打ちます。パワー寄りのストレートドロータイプ、昨年はドライビングディスタンスが306ヤードで全体の29位、毎年安定して30位内に入っていますし、全盛期の2012年2013年は10位前後とツアーの中ではかなり飛ぶ選手でした。しかしフェアウェイヒット率が低く、昨年は174位、今年も164位とねちょっと苦戦してますね。ショット力は成績にもしっかり現れており、ストロークゲインの T2 グリーン、ショットの貢献のことですね。では1位で終えたこともあります。そのあたりのスタッツも昨年今年とあまり良くないんですよね。おそらく年齢も重ねてきて身体的な変化がねあるのかもしれません。アダム・スコットはルール規制により大きな影響を受けた一人と言えます。2016年の初め、パターのですねアンカリングが禁止される事態になりました。アンカリング規制とはゴルフ規則に載っており、ストロークを行うとき直接的あるいはアンカーポイントを用いることによってプレイヤーはクラブをアンカーしてはならないと定められています。簡単に言うとですね、体と密着させて視点を作るなということです。というのも2010年代前半は長尺パターを使用している選手が大会上位に来ることが顕著になり、一部選手や関係者から批判が出ていました。ではそれがなぜ批判の対象になったかというと、体の一部にクラブを固定してそれを視点としてスイングをすることは、ボールを打つ時にクラブ全体の動きを調節する動きになってしまい、クラブを手に握りボールに向けて自発的にスイングをするというゴルフゲームの本質を変えてしまうからといった主張がありました。いろいろあったんですけど、これによりアーニー・エルス、ベルハルト・ランガー、ウェブ・シンプソン、ビル・ハース、キーガン・ブラッドリーといったトップ選手が影響を受けました。これね、今考えても非常に
難しい議題ですけど、要はあんまり変わった持ち方をするなとも受け取れます。あらゆることを試して考え抜いたスイング法がルールによって規制されるわけですからね。相当賛否両論あったみたいですが、決まった以上従うしかなく、アダム・スコットもその一人で、一時は短尺パターンへの変更も行いました。ちなみにクラブを握る手を体に直接固定する、もしくは前腕を体につけて間接的な起点を作るという方法を用いたストローク自体が禁止されているだけなので、長尺パター、つまりですね、パターの長さは違反対象にはならず、腕が体に密着し固定されなければ問題ないとされています。なのでですね、現在は長尺パターへと戻し、体に密着しないようアドレスしています。そしてですね、アダム・スコットのスイングについてもう少し詳しく見ていきます。アダムのスイングはですね、世界ナンバーワンと評されています。2018年にはなりますが、当時 PGA ツアーの選手たちにアンケートを取った結果、実にですね、8割以上が理想のスイング1位にアダム・スコットの名前を挙げています。特徴は何といっても軸の安定感。バックスイングからダウンスイングまでクラブの角度が全く変わりません。スタンスは普通か、まあ、やや広めで全くスウェーがありません。美しいトップの形を保ったまま体の回転のみでボールを打ちます。上半身と下半身の捻転差も強いのでボールもよく飛ぶんですね。スイングリズムも一定で、本当に見ていて気持ちのいい惚れ惚れするスイングです。このスイングはね、アマチュアの方も、まあ、僕も含め真似できる部分は真似していっていいと思います。ジュニア時代にはオーストラリアとニュージーランドで優勝し、 US ジュニアアマチュアに出場した大会ではコースレコードの62を記録しました。ネバダ大学ラスベガス校に短期留学し、99年2000年シーズンにゴルフチームに参加した後、プロになることを決意しました。短期間ではあったが、そのおかげでゴルファーとして成長し、米国での生活にも慣れることができたと本人は語っています。2000年のシーズン半ばにプロ転向したスコットは、その決断が実り、すぐにヨーロッパツアーのカードを手に入れました。2001年アルフレッド・ダンヒルチャンピオンシップでジャスティン・ローズを1打差で破り優勝。2002年、さらに躍進し2つの優勝を手にしました。まずカタールマスターズで6ストローク差で優勝し、その後スコットランド PGA 選手権で最終ラウンドに63をマークして10打差の圧勝を収めました。その後2003年のドイツ銀行選手権で PGA ツアー初優勝、2004年にはプレイヤーズ選手権を含む2勝を挙げ、16試合に出場して7回のトップ10入りを果たすなど絶好調のスタートを切りました。キャリアの初期には PGA ツアーやヨーロッパツアーで安定した成績を残していましたが、メジャー大会ではなかなか優勝争いに加わることができませんでした。その後アダムに試練が襲いかかることになります。2008年には車のドアに手が挟まり負傷、2009年には趣味のサーフィンで選手生命が危ぶまれるほどの負傷をします。それが影響し長い長い大スランプへ。あの温厚なアダムが試合中に自身のクラブをへし折るなどもどかしい時期が続いていたようです。2年後の2011年、復活の兆しを見せ、徐々に世界ランクの順位を戻していきます。しかし本当の意味での試練はここからだったんですね。この年のマスターズでは初優勝を目前にしていましたが、終盤のチャールシュワーツェルの驚異的な追い上げによりその栄誉を逃すこととなりました。同年末、2011年終盤のですね、 WGC ブリヂストンインビテーショナルで4ストローク差で初優勝を飾ります。さらに2012年の全英オープンでのスコットの大崩壊は今でも悪い意味で語り継がれています。悲願のメジャー初優勝へ向けて3日目まで完璧なゴルフを見せていました。2位に4打差をつけて最終日を単独首位でスタートしたスコットは、安定したゴルフで14番終了時点で優勝確実とも思われました。ところがメジャー初優勝を意識したのか、15番からまさかの4連続ボギーで追い上げてきたアーニー・エルスに優勝を明け渡すことになり、スコットは膝から崩れ落ちました。しかしここで諦めないのがアダム・スコットという男でした。2013年のマスターズ、再びチャンスがやってきます。しかし終盤に入り、誰もがこれまでアダムが味わってきた悪夢を思い浮かべていました。なぜかというと、アンヘル・カブレラの猛追により追いつかれ、サドンデスのプレーオフに持ち込まれたからです。しかしこれまでの経験を全て出し切り、プレーオフの2ホール目でバーディーを奪い優勝。マスターズで初のオーストラリア人チャンピオンが誕生しました。アダムはその後の会見で、何がどうなったのか自分でもわからない、メジャーのタイトルが狙えた2年前、それに9ヶ月前からここまでものすごく長い道のりだった気がする、信じられないよとコメント。
きっとね、想像でするプレッシャーとストレスがかかっていたんだと思います。アダムの優勝シーンは本当に涙が出るので、まだ見たことがない方がいましたらぜひ見てみてください。 YouTube のマスターズ公式チャンネルにファイナルラウンドの様子が全て配信されています。2013マスターズなんかでね、検索してみてください。さらにですね、同年2013年のバークレイズでもツアー優勝を果たしたスコットはランキング1位に迫り、2014年5月にはオーストラリア人としてグレッグ・ノーマン以来15年ぶりにナンバーワンに上り詰めました。その後は一時スランプに陥るなどしていますが、2016年に2勝、2020年に1勝を挙げています。一時に比べると物足りなさは感じますが、今後ですねどうなっていくのか楽しみなところです。一部では今年から始まる新リーグ、リブゴルフインビテーショナルシリーズへの参加も噂されているので、動向も要注目です。以上、選手名鑑シリーズ第4回目、オーストラリアのアダム・スコット編でした。PGA にはもちろんいろんな選手がいますけど、アダムは特別な存在だと思います。40代中盤に差し掛かってきて、これからどんなゴルフを見せてくれるのか楽しみですね。